あのユーテラに国語の先生が加わるということですね。イニシャルで HH と呼んでください。さあ、始まりました、もちっちゃんね。さあ、今回なんですけども、なんとですね、あのユーテラに国語の先生が加わるということですね。もう誰なんだ講師はって言われてたんで、ちょっと呼んでみたいと思います。どうぞ、講師の方。どうも、こんにちは。私がユーテラで新しく国語講師を担当します。イニシャルで HH と呼んでください。ちょっとイニシャルって HH と呼んでくださいっておかしいでしょ。私のイニシャルは HH です。誰なんすか、そんな変質者みたいな。変質者じゃありません。私の国語の実力はあの江口先生や宋先生をはるかに上回ります。自分でどんだけ上げるんだよ、ハードルを。まあ、はい、皆さん見ててください。その名も、はい、皆さんこんにちは、早稲田語学塾代表の平です。よくわかりましたね。よくわかりましたね、じゃあ。なんでわかったの？あのさ、前から言ってたけど、うん、俺をあの感じで紹介するなって言ったでしょ。どういうこと？あの、いよいよ来ますよみたいな、はいはい、お楽しみにみたいな、うんうん、俺はね、辛かったよ。コメント欄がさ、板野先生呼んでくれとかさ、はいはい、マエストロ呼んでくれとかさ、来るわけないでしょ。お前はもういい加減学べ。いや、もう私がね、担当いたします。おー、はい、プレイヤーになるんですね。まあ、そうね、あの、皆さんね、知らなかったかもわかりませんが、私こう見えてもですね、予備校というか、まあ塾というかね、自分のところで教えております、うん、あの、教育業界のものだったんですね。はい、はい、そうだったんですね。知らなかったです。違うだろう。まあ、どれぐらいのことをね、どれぐらいやるかっていうのはまだちょっと考えてないんですけれども、はい、まあ結構それなりに面白いものを提供できると思いますんで、とりあえずまあ共通テストはね、取ってもらえない。そうですね、やりますね。それをちょっと見たいかなと思うんですが、はい、ちゃんとね、予備校やってるってところをね、うん、ちょっと聞きたいと思って。そうですね、多分でもこれまでも森鉄チャンネルとかで講演会気味っぽいお話いろいろしてきたと思うんですよね、うん、まあ早稲田のことに関して、はいはい、うん、授業が下手なわけがないっていうことだけはね、ちょっとこうお伝えしておこうかな。ハードル上げる。多分大丈夫だと思います。それなりに面白くなるんじゃないかなと。怖い、エチエチですとか言ってるから、変態下手みたいな。ちょっとじゃあ、今までちょっと経歴をみんな知らないと思うんで。もういいよ経歴は。いやいやいや、経歴知りたいでしょ。いやちゃんとね、予備校講師だったっていうことをね。うん、でもね、予備校講師って言ってもね、僕ね、もう自分が学生時代の頃からずっと早稲田合格塾作って、うん、でそこで一本できてるんで、はい、あの、実は経歴も何もないんですよね。でも他でも教えてるじゃないですか、今まで。まあ、あの、大物のね、弟子だったし、うん、まあそうですね、ね、塾でやってたりとか、さらには他にも茶ゼミとかさ。ああ、そうですね、はい、慶応 SFC とそれから、あの、フィット入試の子たちの小論文とかね、志望留書とか見たりしてましたね、うんうん、国語っていうと言語感あるんですけれども、はい、まあ、言語感どれやってもいいんですけれども、下ネタにしか聞こえないけどね。それあんただけ、はい、まあ、現代文やろうかなと思います、はい、まずはね、うん、じゃあちょっと言語感やってください、ちゃんと、あの共通テスト全部あるの、共通テストは4つやってもらいますから。はいはい、わかりました。はい、その後は古文文法やってください。古文文法嫌だよ、もう。なんで嫌なんだよ。だってさ、もう古文文法つまんないもん。そこを面白くやってくださ い、うん、いや無理だよ、無理。古文文法はもうみんな自分で覚えた方が早いから。でもまあ読解の方が僕は面白いと思います。じゃあ古文読解やってください、うん、あの、要は僕の古文なんかはどっちかっていうと、その親分お願いしやす、うん、な、まあ、よかろうよかろうってね。学校の先生とかが、うん、なんかこう、ここにこうやって書いてあるからこれが答えだろうみたいな感じにしがちなところを僕は無理やり読まないですから。いや、古文ってね、読めないところは読めないんで、はい、でも読めるところをいかにヒントにして、でその部分の回答を絞り込むかっていう、これがね、あの、解放なんで、問題集とか予備校講師の先生でもあんまりお上手じゃない方とか見てると結構無茶な解き方するんで、古文ってかなり、その意味で言うと、まあ割と僕の古文の授業は面白いんじゃないかなと思いますね。なるほどだぜ、親便。じゃあまあ、もう読めないとこは読めないっていう。そう、読めないとこはだから、ごめんこれ読めませんみたいな。へー、うん、読めん、でもここにこう書いてあって、でさっきのあれと照らし合わせると、おのずとここはこういう意味だってことに絞り込まれるよねみたいな、
そういう解き方をねしますね。読めねえのかよ、読めねえのかよってなったりね。あ、でもそれでも別にいいと思うんですよね。だから結構賛否両論は分かれるかも。割と僕に近しいね、の問題の解き方してる人は多分うちの業界ではマドンナ先生。おお、あの人ぐらいだと思いますね。もう何、ポストマドンナですって言って。あ、もうポストのマドンナですね。ポスト俺がでいいの。でもまあまあとりあえず現代文をメインでやっていこうかなと。あの、なんでかっていうと、まあ、現代文がまず一般受けもしやすいですよね。社会人の視聴者の方とかも考えるとね。で、あとはやっぱまあ僕なんかももう十数年会社やってきて、こう一番何がこう勉強で役に立ったかなってことを考えると圧倒的に現代文なんですよね。現代文の読解力がそのままディベートの力になってくるし、現代文の読解力がそのまま企画書の理解力とかにもなってきたりするんで、で現代文力が上がると他の科目の理解力が上がるんで、はいはい、じゃあ共通テストのね、数学だっていろいろね今読まなきゃいけないとかな、ね、そう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 、じゃあ数学もやるってことで、うん、やってもいいよ、後悔しなければ。あ、古文やりたくねえなー。いや何をいきなり。え、この人授業できたのみたいな。そんな風に思われてんのかな。多分外跳ねしてるだけじゃないの。あ、違いますよ、違うところをですね見せてもらえればいいんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひユーテラ、ユーテラね盛り上げていきますんで、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、はい、そして人が増えれば増えるほど編集の費用が高くなりますので、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。あ、僕はもらわないんで大丈夫ですよ。クラウドファンディングですね、はい、よろしくお願いいたします。いや、でも編集マンにあげなきゃいけない、編集マンにあげなきゃいけない、そうね、はい、なのでクラウドファンディングよろしくお願いします。最初の目標額を10万円にしてしまったけど、うん、講師4人いたら全然10万円じゃ足らないんだよね。そうだね、月、はい、ということでお願いします。はい、全国の受講生の皆さんこんにちは。ユーテラ国語講義共通テスト対策講座、始めていきたいと思います。講師の平です、よろしくお願いします。今回ですね、第0項第1項の前ですね、第0項から始めていくんですけれども、何やるかっていうと戦略開発講座っていうのをやっていきます。まあ、講義であれば本来ね、さっさと今回どうしても僕はこう問題の解法の解説に移る前に戦略開発講座をやっておきたかったんですよね。これなぜかというと答えはもうたった一つです。この授業が分かりやすくて、おぉひよちゃん、お君の授業分かりやすすぎるよみたいなね。うん、私はねこんな素敵な授業初めて見ましたよってね、ファンタスティックみたいなね感じで皆さんが受け取ってくださったとしても、せいぜい7割ぐらい取るのが関の山です。慢性的に遅い人はゆっくりやれば解けるんですよ。つまり精度は持ってるんですよ、自分の中で正解のチャンネルはしっかり持ってるのなんだけど、それを試合の場、それもあの時間内で発揮するトレーニングが足りてないんですよね。だからこれってまあ分かりやすく言えば、それこそ皆さん自分のね学校の陸上放課後見に行ってください。陸上部のみんなは速く走るために何をしてますか？